ちぐさ、Good morning! 今日はガクトさんの学言から皆さんに Hard の使い方をご紹介したいと思います。今日の学言、 It's hard to keep doing something day in and day out, don't you think? Are you having a hard time brushing your teeth? Are you washing your face in agony? So I guess you kept the promise you made to yourself to keep brushing your teeth and washing your face.やっぱりね、英語学習は長距離のマラソンと一緒な感じなので、まあ、飛ばしすぎずにね、ペースをつかみながらゴールまで目指していきましょう。今日の6つの hard の意味を見ていきましょう。まずは1つ目は、硬いという意味で使います。コン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 、硬い、hard と言いますよね。そして2つ目は、すごい熱心とか勤勉という意味でも使います。そして3つ目、猛烈とかそういった意味でも使いますね。で、4つ目、辛い、耐え難い。こういう時にも使います。5つ目、アルコールの強いという意味でも使われます。そして最後の6つ目、難しいという意味でもよく使います。今日のこの6つのポイントを押さえながら、どんな例文が出てくるのか。1つ目、 This is a hard bed、 このベッドは硬いということですね。物が硬い、まあ、ちょっとそのベッドみたいな柔らかいようなものでもこう反発があるような硬いとかっていうのにも使うんですけども、まあ、机が硬いです。Table is hard とかね。そういった意味にも使えますね。硬いですね。2つ目。He is a hardworking person. 彼は一生懸命な人だ。意味ですね。こう、一生懸命に、熱心に、勤勉にとかっていう意味で使えますね。Hardworking。大体この working と一緒に使ってあげることが多いですね。3つ目。He is a hard drinker. 彼は酒豪である。彼は酒豪だっていうんですね。Hard drinker っていうふうに言います。まあ、それに耐えられるとかっていう意味で使うんですよね。ちょっと、特殊な使い方です。これは Hard drinker で覚えるといいですね。4つ目。The event was hard for him. その出来事は彼にひどく応えた。もうこうすごくこう精神的にこう、ね、ダメージが大きいような時。It was hard on him.彼にこう、彼すごく大変だったのよっていうような言い方で使いますね。Hard on him. Hard on somebody. っていうような感じで使いますね。5つ目。I like drinking hard cider. 私はリンゴ酒を飲むのが好きだ。Hard cider. サイダーっていうと、いわゆるなんかのラムネとかそういった系の飲み物をね、日本だと思いがちですけども、英語で cider っていうと、フルーツ系のお酒のこと、まあ、特にリンゴですね。リンゴ酒のことを言います。で、ただ単なるサイダーだけだと、アップルサイダーって言ってノンアルコールのものも存在するんですけど、ハードサイダーって言うと、これアルコール入りの、つまりリンゴ酒っていう意味になります。まあ、さっきのハードドリンカーっていうのも、これ、ちょっとこのアルコール系でっていうことで、通用するとこがあるんですけども、このハードって要はこれアルコールの強いっていう意味で使うんですね。6つ目。That was a hard problem. あれは難しい問題だった。ね。学生さんがよく使うこの言葉ですね。Yeah, that was a hard test. あのテストすごい難しかった。That was such a hard homework. さっきの宿題すごい難しかったよね。みたいな、しょっちゅう聞きますね。Hard、難易度が高い。ね、hard mode。ハードモードとかって言ったりもね、言葉もゲーマーの人とか聞いたことあるかなと思うんですけども、hard、難しいという意味でも使えますね。ではこれでね、6つの、hard の使い方紹介させていただきました。はい、皆さんいかがでしたか？ね、やっぱり自分に甘くなっちゃう時もあるんだけれども、たった10分だからやってみよう。たった15分だからやってみよう。It's hard to keep doing it.But I know I can do it! という風に自分を奮い立たせながら頑張ってやってみましょう。 Hi everyone! It's me, Chigusa! 今日は皆さんにはいろんな turn の使い方、会話の中から知っていただこうかなと思います。Hi everyone! Good morning! Chigusa です。今日の格言はヘレン・ケラーの格言です。The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even be touched. They must be felt with the heart.Helen Keller。 はい、ではこの with の使い方、まずは6つのポイントチェックしていきましょう。まずは1つ目、何々と共に。2つ目、何々と一緒に。3つ目、何々と同調したり賛成したりするときに使います。4つ目、何々に対してというふうにも使います。
5つ目、何々を用いてという意味でも使います。6つ目、何々で材料や中身というふうにも使います。ポイントだけ押さえてもちょっとまだイメージしにくいと思いますので、例文を見ながら理解を深めていきましょう。1つ目、 He is living with his family。 彼は家族と共に住んでいる、〇〇と一緒に〇〇と共にって言った意味ですね。2つ目、 I am going to have a meeting with my client。 これも1つ目と同じような使い方ですね。これからお客様と打ち合わせを行います。お客さんと一緒に打ち合わせをするという意味で with を使いますね。3つ目、 I agree with your idea。 あなたのアイデアに同意します、賛成しますとか賛同するっていうような意味で使いますね。4つ目、 Be careful with the glass。 ガラスに注意してください。これは〇〇に対してっていう意味ですね。ガラスに注意してくださいって訳になりますけど、これもガラスに対して注意を払ってくださいっていうのが直訳になりますね。で、 Be careful with the glass っていうような意味になります。5つ目、 I wrote it with a pen。 ペンを使って書きました、ペンを用いて書きました、ペンで書きましたですね。なに〇〇を用いてっていう、まあ、道具に対してだから使う使い方となりますね。6つ目、これもねよく使います。 I made it with rice。 お米で作りました。何々を使ってですね、まあ用いてって意味ですけども、これは道具じゃなくて中身だったり材料とかに対して使う、使い方になりますね。ぜひぜひこちらも覚えてみてください。はい、皆さんいかがでしたか？少しイメージ湧きましたか？日常会話で with 本当によく使いますので、ぜひ皆さん使いこなしてみてください。例えば I drink coffee with sugar、 I drink coffee with milk、 こんな感じで使ったりもできます。 Hi everyone, good morning。 今日は GACKT さんの just を使って皆さん英語学習をしていきましょう。今日の学言、Whatever reason it may be, you can't just end your life. It's unforgivable. Not all life is born on its own terms. You can't end your life on your own terms. はい、今日の学言から学ぶポイント、just の意味をチェックしていきましょう。まずは一つ目、正しいとか公平なという意味で使います。二つ目は正当な、当然な。ちょっと一つ目と似てるかなっていう感じの意味で使いますね。3つ目は十分証拠のあるという意味でも使われます。4つ目、適正なとか適切なという意味でも使われます。そして5つ目は多分という意味でも使われるんですね。これは結構 maybe って思ってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、どんな風に just を使うのかまた例文から見てみてください。そして最後の6つ目はほんのという意味でも使います。これは結構よく使う、私だけかな、私はよく使いますね。はい、ということで今日もこの6つの使い方っていうのを例文を見ながら皆さんニュアンス捉えていってみてください。1つ目、 He tried to be just to the people concerned、ね、彼は関係者全員に公平にしようと努めた。ちょっと難しい場所ですね。公平にする、 to be just というふうに言いますね。2つ目、 It's just that he claims for the paid leave。 彼が有給を要求するのは当然である。まあこれ当然っていう意味ですね。 It's just that っていうふうに使います。3つ目、 That's a just opinion。 それは最もない意見だ、最も、まあそれにも適したというような意味ですね。Just opinion、 That's a just opinion、 もうぴったりっていうような感じ、ぴったりの意見だっていうような意味に言いますね。4つ目、The size of the shirt is just right、ね、そのシャツのサイズぴったりだね。まあこれが一番使う頻度が多いですかね。もうサイズぴったりだね、 just right、ね、サイズ感がぴったりだったんだ、 oh that's just right っていう感じで使いますね。5つ目、 He just might pass the exam、ね、彼は多分試験に受かるだろう。多分っていう意味でも実は使えるんですね。 He just might pass the exam、Just might、 もしかしたらっていうような感じですね。多分ともしかしたらの間ぐらいのニュアンスかな、で使うことがありますね。6つ目、 I'm adding just a little more salt。 私はほんのもうちょっと塩を足します。ほんのちょぴっとだけ、 just a little とか just a little more、 just a little less、 ほんのちょぴっとっていうようなニュアンスでね、この little の前に just をつけてあげる、これもねよく使うフレーズですので、ぜひぜひ覚えてみてください。
はい、皆さんいかがでしたか？あ、こういうふうに just 使うんだっていうふうに、いろんな気づきが皆さんにあったらいいなと思います。Hi everyone! Good morning! ちぐさです。今日はヘレン・ケラーさんのこの格言から See を学んでいきたいと思います。The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. はい、皆さん今日もね、ヘレン・ケラーさんのこの格言。はい、では See の使い方、いろいろ見ていきましょう。見るだけじゃないんですよ。まずは一つ目、視覚的にこうよく見るという See ですね。これはまあ皆さんもご存知だと思います。次はよく見るという時にも使います。三つ目、見て知るという時にも使います。四つ目、理解をする。これ理解をするって See も使うのって思ってる方もいらっしゃると思うので、例文見てみてください。そして五つ目、面会する。これはなんとなく、ああそうだよねっていう人いると思います。でラストの6つ目、経験をする。こんな風にも使えるのって思うかもしれないので、今日もアメリカ在住ヤス先生、例文を見ながらなるほどって思うと思うので、ヤス先生お願いします。1つ目、 I see some people at the park。 公園に数人の人が見える、ね、まあ、いわゆる一般的に使う方法、見える、目に視覚に入るっていうんですね。自分の意思を向けてこう見るわけじゃなくて、ただ視覚に映るっていうような意味ですね。See the people in the park というふうに言いますね。2つ目、 Let me see your passport。 パスポートを見せてください、まあ、こうよく見るためにこう見せてくださいっていうわけですね。 Let me see your passport。 Let me see っていうフレーズで使うことがとっても多いですね。3つ目、 I saw today's weather on the newspaper。今日の天気を新聞で見たっていう意味ですね。saw って言ってるだけですけども、これ見て知ったっていう意味まで入りますね。4つ目、 I don't see why he is always late。 なぜ彼がいつも遅刻するのかわかんない。まあこれは理解をするっていうのを do not を使うことによって、理解ができないっていうような意味合いで使います。 I don't see why he do it。 I don't see why he is always late。なんでそんなのか理解できないとかっていうような意味合いで使うことが多いですね。5つ目、 I haven't seen the doctor this year。 今年はまだ医者にかかっていない、まあ、医者に面会してない、医者に会っていないっていう意味ですね。人と直接会うということで see person、 see ほにゃらだっていう感じで使いますね。6つ目、 Oh, I have seen worse、ね、それより悪い状況を経験したことがある。これは see、 seen で言ってますけども、自分がただそれを見たっていうわけじゃなくて、その状況を見たっていうことなので、それを経験したっていう意味合いで使いますね。なんかこう、いやこの間こういうことがあってさみたいなお話でした。 Oh, trust me, I have seen worse。 あ、それより悪い状況を私経験したことあるからよくわかるよっていうような意味ですね。 Oh, I have seen worse。 結構ね、使うことあるんですね。まあ、日常会話ですと、こういったポロッとしたフレーズ、結構この Oh, I have seen worse はもうこれだけで覚えていただいて、結構慣用句的に使うことが、多いですね。ぜひぜひ使いこなしてみてください。こう例文を聞いて英語で聞くと、あ、なるほどなって思うことも多いんじゃないかなと思います。やっぱり日本語の直訳と英語ってちょっと無理があるので、この英語っていう感覚が皆さんにこう入ってくると、より英語がなんか理解しやすくなるかなと思います。本当にね、形ないものって気づかなかったりするから、こう雑に扱っちゃったりとかすることもあるんだけれども、目に見えないものだからこそちょっと気をつけて大事にしていこうかなっていうふうに私は思いました。 Good morning everyone! ちぐさです。今日は place を使った学習をしていきたいと思います。 place の6つの使い方、そして例文を皆さんにご紹介していきます。今日の学言。Did you make a mistake? Only you decide if you get sad or not, but being sad won't solve anything. You'll just make the same mistake again. When you do make a mistake, why, when, and how did the mistake happen? Figure that out and write it out and place it where you can always see it. Did you make a mistake? Only you decide if you get sad or not.But being sad won't solve anything. You'll just make the same mistake again. When you do make a mistake, why, when, and how did the mistake happen? Figure that out and write it out. And place it where you can always see it. まずこちらの place、
6つのポイントを確認していきましょう。まず1つ目は場所。これは結構皆さんご存知かなと思います。では2つ目、空間。はい、この空間という意味でも使うんですね。3つ目、地域。例えば町とか市とか村とか、そういったところでも place というふうに表現します。4つ目は家という使い方も実はするんですね。5つ目は部分。この部分的な、そんな感じでプレイスを使うこともあります。6つ目、あるべき場所、置き場所という感じで使うこともできます。このポイントだけを見てると、ちょっと想像しにくいかなとは思うんですけれども、例文を見ると、あ、なるほど、こういう風に使うのかっていう風に分かっていただけると思いますので、早速例文を見ていきましょう。1つ目、I leave the plant in a sunny place. これはいわゆる場所ですね。植物を日向のいい場所に置くという意味で、使います。2つ目、Do you remember the time and place you lost your phone?、ね、携帯をなくした時間と場所を覚えていますかっていうような訳になるんですけども、ここの場所っていうのはある特定のその場所っていう意味じゃないですね。そのなくした空間を指します。場所じゃなくて空間としての place っていう言葉を使いますね。3つ目、He is going to travel to distant places.、ね、彼はこれから遠い国々を旅行する。distant places っていうのは遠い場所っていう、まあ、意味でも言えますけども、さまざまな国々、遠い国々をっていう意味にもなるんですね。4つ目、これよく聞きます。You should come to my place for dinner.、ね、ぜひうちに夕飯を食べに来てっていうわけで、You should come to my place.これは私の家に、私のところにっていう意味で使いますね。You should come to my place for dinner. いうふうに言いますね。5つ目。There are still dirty places in this room. これは場所っていうよりも、もっとちっちゃい箇所ですね。まだ汚い箇所があるよ。There are still dirty places っていうふうに言ったりもできます。6つ目。The toys need to be returned to its place. おもちゃを元の場所に戻しなさい。それが、置かれるべき場所、ね。しまう場所とかっていうのも、places の言葉一つだけで済むんですね。よくお母さんが子供に言ってるのを聞いたりする、言い回しですね。はい、いかがでしたか?この4つ目のポイントの家という意味での my place っていうのはよく私も会話で使います。そして今日の学徒さんの学言からこの mistake に対する動詞はmake になるので気をつけてください。make a mistake という風にこれもよく使います。Hi everyone, good morning! 今日はウォルト・ディズニーさんのこの格言から get を学びます。To get started is to quit talking and begin doing. ということで早速 get の使い方やっていきましょう。まずは一つ目は受け入れるという意味で使います。そして2つ目は手に入れるという意味ですね。これは結構たくさんの方が使われてる感じはしますね。3つ目は理解をする、飲み込むみたいな感じでよく使われます。例えば、Oh, I got it とか、あ、分かったよみたいな、そんな感じで使ったりですね。次は病気にかかるという時にも get を使います。例えば get sick とか、あとは病気じゃないんだけれども get tired とか、健康の状態からこういう状態になるという時にも get を使います。そして5つ目は、これはちょっと嫌なんだけど罰せられるとか、そういった時にも使います。そして6つ目は食べるという意味でも使います。実は eat とか have とか以外にもこの get が使えたりするんですよね。はい、まあ、どんな感じで使うのかっていうのは早速例文を見て皆さんなんとなくニュアンスでつかめてきたらいいかなと思いますので、アメリカ在住ヤス先生、今日もよろしくお願いします。一つ目、 My sister gets her education from the university。 妹は大学で教育を受けている。受けているっていうんですね、まあ、教育を受けて、教育を受け取っているっていうようなニュアンスになりますね。 Get her gets her education、 get the educationね、2つ目、He got a good score on his test. 彼はテストでいい点数を取った、ね。何々を手に入れるっていうような意味ですね。He got a good score. これも使います。ぜひぜひ覚えてみてください。3つ目、He got the idea. 彼は言わんとしてることは、理解したよっていうんですね。
結構日本語だと長いやつ、英語だと短いんですね。He got the idea. ああ、彼は理解したよっていうような意味で使います。まあ、Do you get the idea? Do you get what I'm saying? 私の言ってること分かったっていうような感じで使うことも多いですね。一つ目。She got sick from sleeping with her windows open. 彼女は窓を開けたまま寝てしまったから風邪をひいた。風邪をひく got sick ですね。catch っていう動詞も使いますけども、get も使います。五つ目。She got penalized for a rough play.彼女は危ないプレーでペナルティを受けた。罰を受けるっていう意味で get を使いますね。got penalized、got punished、罰を受けた。これがね、子供に送った時に he got punished for、lying、ね、彼は嘘をついた、罰を受けたみたいな感じでね、使いますね。got ですね。六つ目、the kids went to get lunch from McDonald's、ね、子供たちはマクドナルドにお昼を食べに行った。食べに行く、何々を食べてくるとかっていう意味で get を使います。get lunch, get breakfast, get dinner ですね。これはこう買って帰ってくるとかって意味じゃなくて食べるっていう意味で使うんですね。ぜひぜひこちらも使いこなしてみてください。はい、皆さんいかがでしたか？いろんな get の使い方、あ、そっか、こういうふうにも使うんだとかいうふうに一つでも二つでも気づきがあったらとても嬉しいです。で、ちょっとウォルト・ディズニーさんのこの格言を借りながら私なりにも作ってみたんですけど、The way to get better is to push yourself out of your comfort zone. はい、こんな感じで作ってみました。こう、安全地帯にいる時って、心地いいから、確かにね、なんかぬるま湯に使ってるって言ったらなんかまた違うのかな。なんだろう。安全地帯にいる時ほどやっぱり成長しないかなって思うことも多いので、こう何か自分を変えたいとか今の状況よりもより良くしたい、それは英語でも同じだと思うんですよ。同じことばっかり続けてて、まあ心地よいからそうやってダラダラしちゃうっていう人は何か違うアクションを起こしてみるとか、やっぱり不安な気持ちもあるとは思うんだけれども、一歩踏み出してみる、自分のこの安全地帯から抜け出して、こう自分なりに抜け出すっていうか、もうプッシュ yourself out ですよね。もうこう押し出すみたいな感じで、自分で自分の背中を押しながら、皆さんなんかね、いろんなことに挑戦していっていただきたいなと思います。私もこの言葉は忘れずに、安全地帯にいるんじゃなくて自分自身がいろんなことを挑戦し続けようと思います。皆さんも頑張っていきましょう。無料の英会話カウンセリングはホームページから